ラジオハイスコアガール道場。この番組は90年代アーケードラブコメディアニメハイスコアガールの魅力を紹介しながら、アニメやアニメに登場したゲームのことを学んでいく道場である。始まりました、ラジオハイスコアガール道場。矢口春夫役天崎、ヘビーレイン心のきしむ時浩平です。どうもこんにちはヘビーレイン。気持ちを言ったのよ心きしんでないですかいや先に出ちゃった大吉。ということでですね、今回は、ヘビーレイン心のきしむ時を紹介しますけども、まあ、こちら皆さん最近だとデトロイトビカム、ヒューマン、のゲームがもしかしたら耳にされた方も多いかもしれないんですけども、そちらの、まあ同じ会社が作っている、まあ、過去のゲームでして、2010何年ですかね、2010年とかかに日本で発売されておりまして、 PS3 で発売されました。そしてこちらのそのデトロイトとヘビーレインの間にビヨンド、トゥーソウルズというゲームも発売されておりまして、でこちらのその心の、ヘビーレインというゲームがですね、折り紙殺人鬼っていう連続殺人鬼が現れる街でですね、その殺人鬼がいる状態で、なんか犯人が捕まってない状態で、ある主人公のお父さんなんですけど、イーさんの息子が誘拐されてしまう。あらら。でその誘拐された息子をイーさんはこうまあ独自に探しに行くと、なぜかというとこう容疑者にされてしまってるんですね、イーさん自身も、なので警察には追われてるし、でも自分はやってないって分かってるんで、子供を自分でじゃあ探すしかないっつって、どんどんその折り紙殺人鬼とこうバトルしていくみたいな感じでして、でこのゲームの面白いところがこういろんな視点があるんですよ。イーさんのお父さんの視点と、あとその元刑事の探偵とか、あとその現役の刑事の方とか、全く全然関係ないような方も折り紙殺人鬼に逆にちょっと巻き込まれてる人がいたりとか、そういう方々がいろんな視点がそのゲーム内にあって、プレイヤーもそのどんどん違うプレイ、そのE さんのプレイをできたりとか、その警察の探偵の人のプレイをできたりとかして、自分が進めていってどんどんストーリーを進めるんですけど、その自分のプレイ以下で物語がどんどん変わってしまうと、それは醍醐味だよね、はい、例えばこうどこかで崖からうわー滑りそうだっていう ところでボタンを押し間違えたら本当に落ちちゃってそのキャラクターはもう物語上なくなるっていうことになって、はい、その人がいたら分かったかもしれない真実が闇に葬られてしまうっていうような、なのでそれでエンディングがいっぱいあるっていうゲームで、僕はこれ何回もやってすごく大好きでやってました。すごい話題になっていたゲームだよね。そうですね、すごいマルチエンディング、はい、自分のプレイ次第では本当に、もうなんかリアルだよね。だってそのゲームオーバーってならないっていうのが、そのヘビーレインだったりとかデトロイトのすごいいいゲーム性だよね。だから斬新だったなって。そうですよ、今でこそなんかこうマルチエンディングって結構こう、こういろんな場所で聞く、もう皆さん知れてる感じですけど、当時僕もびっくりした覚えがあります。こんなことできるんだって思って、大きなストーリーは決まってるけども、そこに 味付けをしていくのは自分自身だっていうのが、ね、そうなんですよ、素敵な作品だね、はい、というわけで、ね、今回はヘビーレイン心のきしむ時を紹介いたしました。そこでですね、ちょっと番組の以前の番組でお話しした感想をちょっといただいておりまして、こちら紹介させていただきます。ラジオネームお茶ナイトさんからいただきました。ありがとうございます。天崎メタルギアソリッド3スネークイーター浩平さん、こんばんは、かつての私の名前ですね、こんばんは、エクストラステージの、キービジュアルですが、私はパッと見た時の構図がザ・キングオブファイターズ97のパロディのように感じたのですが、いかがでしょうか。ラジオ更新楽しみにしております、ということで、 お茶ナイトさん正解でございます。素晴らしい、すごい、はい、鋭いな。こちら、エクストラステージ、出ますけども、そちらのキービジュアルが公開されて、春男とかがこう
あのゲーセンの前でこう並んでる姿が何かのゲームの実はパロディなんですよ、分かる方いるかなみたいな感じでちょっと募集してたらこのジャナイトさんから正解をいただきまして、さすがでございます。すごいすごいですね、はい、こういうねオマージュもあのハイスコアガールどんどんしておりますので、なんかあのその辺もゲーム好きの方にはこうたまらないんではないでしょうか、うん、ということで今回は、やっていくんですけども、そんな第3回はそんなゲームが大好きな、はい、ゲストの方に、もうさっきから声めちゃくちゃ入ってますけども、登場していただきたいと思います。今回のゲストはこの方です。いやー、土井玄斗役の山下せがれいじり大輝だよ。どうもどうもどうも、山下せがれいじり大輝さん。大丈夫ですか？え、全然、だって、はい、ゲームのタイトルですよ。ゲームのタイトルセガレイジリっていう、はい、セガレイジリっていう、はい、あんまり大きな声でセガレをセガレいじるのはちょっと大丈夫ですか？なんて言いました今。いやセガレいじるのは大丈夫ですか？え、セガレいじるのはセガレいじりっていうゲームですよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと怖い、僕の心があれだね、汚れてるんだなこれは。というね、はい、まあ、今回なんですけど、はい、紹介していただけるゲームなんですね。皆さん勘違いしないでくださいよ。はい、そうですね。はい。セガレイジリというゲームがですね、はい、1999年、はい、平成11年でございます。平成11年。はい。に、エニックスさん、はい、ゲームスクエアエニックスさん、はい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 、発売しておりまして、はい、プレイステーション用のゲームです。はい。ああ、なるほど。どんなゲームだと思いますか？ね、あのパッケージが正方形です。それプレイステーションやないか。ただ全部そうだよ。僕の予想ではそれは間違いない。大正解だけども、はい、何だって合ってるわ。いやいやいや、え、何ですか、せがれいじりってことですか？せがれいじり、もうね、一言で言ってしまうと、はい、バカゲーですよ。バカゲーおお。いやもう本当に、はい、なんだろうな、これ本当に大人が作ったんかって思うぐらいの、はあ、本当にくだらないゲーム。あーでもそれがなんだろう、はい、たまらなくハマっちゃう。はい、え、こんなにくだらないよ、ちょっとなんか鼻で笑っちゃうような、はい、くだらねえなっていうことを延々とやってくんだけど、なんかこう出てくるもののワードとしては言えるんですか、これが出てくるみたいな。なんだろうな、なんか文字で作文を作って、はい、その作文通りに映像が出てくるみたいな、はい、アパッチと49人の民族みたいなのとか、はい、もう本当にくだらないうんかみたいな。なるほどなるほどなるほど、はい、本当にただただただくだらないこと。なるほど、小学生が大爆笑するような感じのゲームってことですね。もうたまらなくて、僕当時もうこれ大好きで、はい、全クリみたいなのも一応あるんだけど、あーなるほど、はい、エンディングが ある、はい、あるんだけど、それ僕もうたまらなくて、もう一回そのデータ消して最初からやったりとかするぐらい大好きで、すごい、あとミニゲームも結構豊富で、はい、そうそうそう、そのミニゲームもやり込み要素のスコアみたいなのを稼ぐ、はい、あ、そうなんですね、のもあったりとかもして、すげえ面白いんで、もう本当にちょっとあと考えてはダメ。なるほど、このゲームをやる際に、はい、もう難しいことを考えたらダメだと。ドントスイック、もう本当に大人の皆さん、はい、いろいろね難しい社会があったと思いますけども、ね、本当に小学生のーみたいな鼻垂らした頃に戻った気持ちでこのゲームをプレイするとすごい清々しい気分になれると思うので、ぜひ ね、 いいですね、プレイしてもらえたら嬉しい。童心に帰るってやつですね。まだこれをプレイして一緒に語れる人に僕は出会えたことがあるので、あ、そうなんですね、そんな語れる人が出会えるようにここで発信していきたいなと思いました。あ、確かに。はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、あ、ちなみにですね、あ、なんと、本日、うん、1月30日、はい、ブルーレイ DVD ステージ2が発売されました。発売だよ、ありがとうございます。はい、山下セガレイジリ大輝さんといえば言われるとなんかちょっとドキッとするな。はい、土井玄太でございますけども、はい、土井玄太といえば、はい、あの、まあ、特徴的なハ T シャツ、ハ T シャツ、あのハと書かれた T シャツを着ておりますけども、漢字でハって書いてある。そうなんです、実はですね、こちらステージ2の初回特典に土井のハ T シャツを、はい、付属されております。うわー、くだらねえ。好き。実は手元に、はい、その パッケージとプラスそのハ T シャツがついた限定版のやつですね、初回特典のやつが手元にあるんですけども、これに入ってるんですか？
そうです、こちらの箱に入ってます。やば、あの、はい、ブルーレイ DVD がおまけみたいになるわけ。そうなんですよね。だってサイズがなんか同意の T シャツが、ハ T シャツが入ってるボックスが、はい、ブルーレイボックスみたいな。そうですよね、ブルーレイボックスですよね、これ完全に4枚分ぐらい、はい、え、これちなみに開けても開けていいんですか、大丈夫ですか、いいですか、ちょっと開けても、あ、出てきた。おお、丁寧に折りたたまれておりますよ。ハ T シャツ、これサイズって決まってるんですか、すみんな L サイズなのかな、だからみんなね、とりあえず着られるよ、はい、きっと。そうですね、サイズなんていいんですよ。黄色にね、オレンジでハッ、ただそれだけ書いてありますけど、ね、はい、これだからこうもう発売されてるわけなので、皆さんこれだから聞きながら、うんうん、このハ T シャツを着ていただければ、うん、いやー、そうですね、みんな着ましょうこれ。ぜひこれを着てね、はい、ゲーセンとかに遊びに行ってね、あとミスチルとスピッツを聞きたまえ。出た出た、土井くんのセリフ。はい、あ、これ大木さん、じゃあ、はい、え、なんかあの前掛けみたいにして、ちょっ と, ょょっと このラジオの間前掛けにして、膝にかけてブランケット感覚で寒さをねちょっとしのいでいただければと思います。喋っていきたいと思います。はい、というわけでね、それではそろそろ、始めていきたいと思います。ラジオハイスコアガール道場を始め。ラジオハイスコアガール道場。それでは最初のフロア、ゲストと語り合え。ごめんなさい、声がダメだ。どうした、ハロー。はい、このフロアのクリア条件は、ゲストトークを盛り上げつつ、秘密メモに書かれたキーワードを3つゲストに気づかれずに自然に挟み込めというものです。こちらちょっとあの僕のあれでちょっと分かりづらかったですけど、今回からですね、ちょっとこのコーナー変わりまして、うん、今僕作家さんから秘密のメモをいただきまして、はいはいはい、この中に3つのワードが入っております。で、今回、そのワードをこれから大輝さんと一緒に語り合っていく中で、はいはい、僕がいかにこう自然にそのワードを会話の中に織り込めるか、ほうほうほう、で大輝さんにバレなければ僕の勝ちですし、大輝さんがそれちょっとそのワードちょっと不自然じゃない、そうです、っていうやったら僕がこう当てられたっていう。なるほどね、ことでございます。まあ、ただ僕もあれですよ、そこはフェイクを仕掛ける可能性があるんで、ね、突然ね変な話するかもしれないもんね、はい、うんこーっていきなり言って、それ違うダウトだろって言っても僕がフェイクで入れてるだけかもしれないので。なるほどね、はい、ちょっと皆さんもね、心理戦が突然始まるわけです。そう、急に始まります。最初のトークなのに、はい、というわけでね、大輝さんもちょっと考えながら、リスナーさんも考えながら聞いていただければなと思います、はい、キーワードは今もらっ、あ、いただきました。もう僕は3つ見ました。あ、もうここからもスタートしてるわけですか。もうしてます。なるほど、こういうものです。これがハイスコアです。もう、もう全部疑わせない。いきますね、うん、それでは、ラジオネームニアムさんからいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ニアムさんは大丈夫です。正しいラジオネームです。はい、はい、山崎さん、ゲストの山下さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。毎回楽しく拝聴しております。山下さんが演じる土井と春男といえば、本作中ではなかなか、一緒にゲームをすることがありませんでしたが、そうですね、山崎さんが以前山下さんとオンラインゲームをしたというお話をされていたのがとても印象に残っています、はい、かなり前のことだったと思うのですが、現在でも一緒にそのゲームをプレイされているのでしょうか。またお二人はよくゲームの話をされるそうですが、どんな話題が多いのかも気になります。よろしければお聞かせできると、いただけると嬉しいです。なるほどね、はい、ありがとうございます。ニアムさん、すごい聞いてくださっているんですね。はい、そうなんですよ、はい、昔やってましたよね、うん、オーバーウォッチ、はい、いいですね。山谷吉高かね、どんどんキャラですけども、そうそう、山谷吉高ね、はい、彼もね、出た、はい、彼もゲーマーですからね、ゲーマーですからね、いやいやいや、はい、やってましたね。いや、なんかでもあの頃だから僕がなんかオンラインのゲームをあんまりやったことがまだなくて、でそのお山谷くんとあと大輝さんにも誘って、あ、大輝さんの方に誘っていただいたんだ、で、うん、オーバーウォッチ今やってるから買いなよって言われて、大輝さんに、うん、なんかこう有無を言わせない何かがあって、ね、いやでも僕も興味あったんで、うん、あ、分かりましたっつって、でもオンラインやったことないんでちょっと教えてもらっていいですかって言って、うん、そのなんかヘッドセットとかつないで、あ、やったね、でやりました、やった記憶はありますし、でも、うん、あれ結構難しかった
ったですね。そうそうそう、6対6のこう、はい、なんか対戦ゲームなんですけど、はい、そのディフェンス側とオフェンス側にこう分かれて、はい、オフェンス側だったら相手のその陣地だったりとかをこう奪うためにこうね、はい、なんか仲間とコミュニケーション取りながら、そうですね、そうそうそう、僕がその前線に出るから後ろで固めてねみたいな、はい、そういうことを作戦を立てながらやるゲームなんですけど、そうですよね、そうなんですよ。あとなんか相性とかもありますもんね、めちゃめちゃ相手との、そうそうそう、があったりとかして、やっぱ結構ねこうこれも心理戦、まあ、そうですね相手とのこう探り合いというか、いかにこう相手の弱いところだったりとかつくかっていうゲームで、はい、やっぱこう奥深いゲームなんですけども、ですね、そう今現在もね、はい、オーバーウォッチはこうキャラクターも増え続けてたりとかして、はい、今すごいねもう面白いゲームなので、はい、ぜひね天崎くんにもまた復活していただいて、僕とボイスチャットをしながら、そうですね、うん、でもそもそも僕だってあのスイッチを買ったのは大輝さんきっかけですからね、任天堂スイッチを購入したのはえちょっと待って、なんでだっけあのかき氷食べに行ったじゃないですか、はいはいはい、いたいたいた、あの時に、うん、あのスイッチ持ってないんだみたいな話になって、うんうん、買いなよって言って何ゲーム買いなよマンみたいな、そうそうそう、買いなよ一緒にやろうよみたいな感じ で僕もまあきっかけがちょっと欲しかったみたいな、あこう一緒にやる人がいないからなみたいな、ただどっかで待ってたと思うんですよきっかけを。なるほど。で そこに買いなよマンが来て、何でもかんでも買いなよマンだから、やりなよゲーム買いなよって言われて、うん、でその時にあの買ったのがスイッチで、うんうん、でそれで出会ったゲームはたくさんあるので、もう今となればすごくもう感謝しております。よかったです。当時はちょっと高いなと思いながらも、本当にね、みんなと一緒にやるの楽しいんですよ、はい、だからなんか僕すぐみんなに、やりなよ買いなよやっちゃいなよみたいな感じで、やっちゃいなよってなっちゃいますよね、やっちゃいなよってすぐ言っちゃうんですよね。そうなんですよね、寂しがり屋だからだいやまあ確かに、でもあのそれでね出会いましたからありがとうございます。じゃあ新山さんもありがとうございました。ちょっと続いていきたいと思います。ラジオネームチュンリーさんからいただきました、ありがとうございます、うんうん、天崎さん、いや正しいラジオネームは正しいです、うん、大丈夫です、山崎さん山下さんこんばんは。こんばんは。私は今高校3年生なのですが、幼い頃から父とファミコンのいろいろなソフトで遊んでいて、アニメを父と見て懐かしいねと話したり、父が懐かしそうに思い出話をしてくれました、うん、このアニメのおかげで大好きな父との思い出が増えました。ありがとうございます。天崎さんと山下さんはご家族とゲームはしていましたか、3月のアニメ楽しみにしています、うん、寒い日が続きますがお体気をつけて頑張ってください。優しい、ありがとうございます。チュンリーさんありがとうございます。チュンリーさん、うん、ね、確かにファミコンのソフトいっぱい出てきましたからね。確かに確かに、はい、うん、大輝さんはでもどうですか、ご家族でゲームみたいなことってされてましたか。僕兄弟がお兄ちゃんがいるんですけど、はいはい、でもお兄ちゃんもめちゃめちゃゲームが好きで、あそう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 、うちのまあ山下家ルールとしては、あルール、はい、そうなんですよ、まあ父ちゃんが、はい、どちらかというとスポーツゲームが好きで、はそういうゲームだと結構時間は緩い、はい、なるほど、1時間とかそういうのじゃない、いいよいいよって、そういいよいいよって、はい、結構自分もやりたいから、なるほど、はい、今思えばそうそうですよね、はい、そうそう、だけどなんか RPG とかなんかお父さんがあまり興味がないゲームとかになってくると、はい、結構もうそろそろやめなさいっていう結構厳しいあったりしてそ, う、ね、はい、そうそう、でも結構比較的緩い家庭だったじゃないかなって思う。ああそうなんですね。そうそう、あとはもう親戚が年に1回、はい、僕ん家に集まって、はい、山下家に集まって、はい、みんなで任天堂64をやるっていうのが、いいですね、毎年の決まりで、決まりというかもう勝手にもうやってて、はい、なるほど、そうそうそう、それがめちゃめちゃ面白かったな。だからもうスマブラですよね、当時の任天堂64といえばもうスマブラ、みんなでマリオカート、そうですね、もうその辺をみんなでわーって言いながらやったりして、うん、はい、なんで忘れられないのがバーチャルプロレスリング64ってやつがあって、はー見たことあります。僕本当にあります。やっぱりよ超面白いよ、もう無差別そうか、もう流血バーとかする、はい、結構ね本当リアルなゲームなんだけど、自分で親戚、そう親戚で、はい、こう4人でうわっつって、はい、クラーとかやりながら、はい、クラーとかやりながらやって、はい、叫びながらやって、はい、あと自分でねそれをレスラーを作れるんだけど、はい、自分でグレート山下ってやつを作って当時のね語彙力のなさが伺えるグレート山下を上半身半裸のグレート山下でマスクをかぶってるやつを作って、はい、それで戦ってましたけど、ね、大体兄ちゃんにボコボコにやられる、ボコボコやられるんですね。そうそうそう、グレートなのにグレート山下が、はい、なんだっけな、なんか
なんだ、なんちゃらコウスケみたいな、コウスケはいね、ボコボコにされる。へー、あーなるほど、っていうのがね、いいですね、ご家族で。どう、あまちゃん家は。うん、でも僕の家は据え置きのハードとかがちっちゃい頃ダメだったんですよ、なんか、うん、あ、そうなんだ。こう、まあ、外で遊んできなさいみたいな感じで、でなんかね、こうあまりやりすぎるとあの目も悪いでしょあなたみたいな感じで、ちょっと禁止ルールだったんですよ、うん、ただなんかわかんないんですけど、ポータブルゲーム機は OK で、ゲームボーイ持ち歩き系は、はい、あとあのカラーも持ってましたし、初代のでっかいやつも持ってましたし、デジモンとかも OK。 あー全然 OK です。だからそのポータブルであれば何でもいいっていう、あーそうなんだ、なんだ不思議ルールで、不思議だね。なんかこう、まあ母もそんなに詳しくなかったっていうのがもしかしたらあったのかもしれないですけども、なんかテレビかじりついてっていうのがダメだったんで、でなんかそっから僕の家はあのずっとゲームがダメだったんですけど、あのなんかそれ見かねた父が、これ話したことあるんですけど、ドリームキャスト、はいはいはい、景品で当たったって言って、もら多分買ってきてくれて、こう優しい酔っ払ったふりして、 で、うん、でそれで母がなんか、まあ、もう母も分かってたかもしれないですけど、まあもうしょうがないねって感じで、ちょっともう黙認みたいな感じになってから、なんでドリームキャストが初めてで、次 PS2 を買いました僕は。あ、そうなんだ。そういう感じでした。一番ゲームとしてわーってハマったっていうのは PS2 とかですかね。プレイステーション2か、はい、家族でやったってなると、父がレースゲームかゴルフのゲームが好きだったんでみんなのゴルフは父とやってましたね。いいゲーム、いいゲームっていう感じでした、うん、あとでも僕おばあちゃん家にもあの64があったんで、おばあちゃん家行くと、うん、そのマリオカートとかしてました。おばあちゃんとかと、おばあちゃんとマリオカートしてたの。してました。すげえおばあちゃんだな。そうそうそう、スーパーおばあちゃんです。やばい、スーパーおばあちゃんだね。やばい、ドリフトとか決めてたのかな。大抵ね、僕あの、まあ、まあいい勝負してましたよ、子供の頃だったんで、うん、はい。なんですか、ちょっと待って、さっきの心理ゲームを忘れてた今。ああ、なるほど、なんかあったかな。出てるかもしれないですよ、はい、おばあちゃんダウト。うーん、ブブー。はい、突然、まあ、そおばあちゃんは急には言わないですよ。そうだよね、はい、でもなんか本当にゲームだとなんかすげえちょっと親の前でやるのちょっと恥ずかしいゲームとかもあったりするじゃないですか。こうちょっとあの、まあ、いわゆるなんか女の子をこうあの攻略系とか、ね、まあ、ときメモとかもそうですけど、なんかこうあの PC でギャルゲーとかもなんかこう、うん、やってる時になんかそれから僕高校生からどんどんゲームしてたんで、ちょうどまあ思春期っていうかそういうゲームもしたいじゃないですか。でそういう時にちょっとこうだから自分の部屋のレイアウトを扉からその画面が見えないようにしてあのこっそりやってたりとかはしたんで、 どっちかっていうとそのゲームは親から隠れてするものっていう感覚が強いかもしれない。ちょっと背徳感があるんです。なんか一緒じゃなくてなんかこう隠れてみたいなことはっていう思い出の方がもしかしたら強いかもしれないですね。そっかそっかそっか、はい、いいないいな、そういうの、はい、そういう感じでしたけども、はい、特別なものってことだね。そうなんでございます。はい、というわけで、あ、それでメール以上ということでありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけでクリアできたのかなというのの前に、これ実は、はい、3つのワードこちらでした。ハイスコア、ファミコン、ギャルゲー。なるほど。うそ。分かんなかったですか。分かんなかった。本当ですか。もう全部マジでゲームの話だもん。はい、これだからお題がいいですよね、正直。お題がめちゃめちゃ組み込みやすいお題、はいはい、確定申告とか書いてあったらさすがに入れ込めないですけど。いやそうだよね。シワスとか書いてあったシワス、この時期あの、うん、ゲーム商戦だからみたいな話で、ね、シワスって言いますよね。いや決算とかね、はい、もうそういうのだと、そうですね、もうチキショー、はい、というわけでこれは難しい、はい、こちらクリアできたということで、このコーナーもクリアですかな。はい、というわけでクリアということで、じゃあ続いてのフロアに行きましょう。はい、ラジオハイスコアガール道場。さて続いてのフロアはメールコーナー。このコーナーのクリア条件はお便りコーナーを楽しくお送りしながらゲームタイトルを数多く言えです。なるほど、なるほど。目標10個だそうです。結構さっきでも言ったけどな。そうですね。これだからまあでもまあ10個ぐらいだったらいけそうですけど ね、はい、じゃあ続いてメールをちょっといただいてるので、ハローへのお便りのメール紹介したいと思います、うん、ラジオネーム、うん、立つ方のさきさんからいただきました。これだ、僕天崎の先が大じゃなくて立つ先なんですよ、うんうんうん、それを書いてくださいました。あ、なるほど、そういうことか、はい、嬉しい。
大丈夫、このラジオネーム今後使っていけないですよね。これ立つ方の先です、うんうん、ありがとうございます。立つ方なんです、はい。じゃあ、春尾くんに質問でございます、うん。春尾くんのさりげない優しさはどうやったら身につくんですか？あのお母さんの育て方が良かったのでしょうか？私がもし春尾くんみたいな男の子に出会ったら、大野さんや小春ちゃんみたいに好きになってしまうと思います。はい、こちらのコーナーですね、うん、春尾くんに対してこう質問をするみたいな感じでして、まあでも我々としてはなんか多分こうかなみたいな、なるほどなるほど、あの予想とか自分だったらどうだみたいな話をしていく感じでございます。そっか、はい、確かに春尾めちゃめちゃ器でかい。でかいっすね。よね、小学生でまあ中高ありましたけど、ね、そう、宮尾が惚れ込むっていうそうですね、キスするぐらいのね、はい、キスしますいやでも確かにそう、どう育てたらこうなるんですかね、春尾みたいに。いや、まあなんかあの天真爛漫なお母さんだからこそ、ちょっとこう春尾がしっかりしなきゃみたいなところがあるのかなってちょっと思うよね。そうですよね、なんかしかも普段こう結構こう雑な感じでいそうでも、うん、締めるとこ締めるみたいな感じがなんか浪江さんにあるんで、なんかその辺のこう押し引きみたいなものが、なんか春尾のこう伸び伸びした性格とさらにこう優しさというか、そうだよ、ね、しっかり泳ぎもいいですし、なんかそういうところにもつながってるのかなと思いますけども。本当にそう、本当にそう、うん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 、ちゃんとコミュニケーションというか会話もね、ですね、できる、はい、できる子だなっていつも思う春尾って。あと中学生とか高校生ぐらいになってくると、ちょっとこう女子って意識しちゃうじゃないですか、うん、その意識する相手にここまでできるっていうのは、うん、まあ、まあ春尾は多分意識してないからできると思うんですけど、うん、でもなんかそこもちょっと羨ましかったりしました。すごいよね、僕はすごいですよ、いい意味で鈍感、はい、なのかなっていう、うん、もう純粋にまあゲームが好きっていうのが大前提なんだろうな、うね、うん、春尾の中でっていう。確かにゲームが中心ゲームが中心確かに。でも好きなものがあるっていうことがまあ一ついいことなのかもしれない。なんかそこに向けてまっすぐな思いがあるっていうか、うん、なんかそこがこう他の人のそういうものにもこうリスペクトを払えるというか、うん、いやもうほんとそう、ハローね、本当に普通に友達になりたいもんな、はい、ちなみにでもまあハローは小春とアキラからこう、はい、まあ思いを寄せられてますけど、うんうんうん、大樹さん的にはどっちなんですか、はい。そうだよね、え、そうなんだよ、はい、絶対来ると思ってたんだよこの質問は。こういろんなとこでします、してるよね、はい、もうね難しいよね。難しいです、正直。そうなんだな、はい、漫画を見てても思いましたし、もう毎回違うかもしれないもん、あ、回に答えるためにあ、それわかります。そう、この回見るとわーキラーってなる時もあると思う。そうなんですよね、ストーリーの作り方もあるってなる時もあって、もう優柔不断感がすげー出ちゃうんだけど、はい、でもなんだろうな、うん、その小学生の時が小春がどうかはちょっとまだね、まあそうですよね、どうだったかっていうのは知らないですけど、はい、やっぱりアキラ、うん、ですかって、はい、ミステリアスなのよ。はなんだかんだ言ってそうです、ね、やっぱこう発言もしないけどもやっぱ感情はちゃんとあるじゃん、はい、その感情をもっと出したい、出させたいっていうのをすごい感じる。アクティブですね。だってねえ、そうなりますか。そうだよ、あ、すげえ探求心ですねそれは、うん、探求心、未知のものへの冒険だよ、冒険っす。もう本当にすげえドリラーだよ、ドリラー、ドリラーミスタードリラーだよ、ミスタードリラー、掘って掘ってなるほどなるほど、へえ。なんか僕なんかは逆にこうそのそこをこう、うん、冒険する勇気がないんで、小春結構、いや僕小春派だったりするんですけど、うんうんうん、そうなんですね、こう僕が当時多分まあ小学生中学生だったとしてもいけないんじゃないかなって気はします。まあ確かにね、はい、やっぱその小学生とか中学生とかでやっぱそのお嬢様だで、うん、で全然こうやって喋りかけても全然反応しねえぞみたいになっちゃうと正直ね、もう難しい。まさに土井が言ってる高嶺の花っていう存在なんだよね、はい、そうですね、確かに確かに、うん、ってなるとやっぱりね、その当時は多分難しかったと思うんだけど、はい、あ、今なら今なら頑張るぞっていうドリラですね。ドリラできるぞなるほど、頑張ってね。あ、じゃあアキラ派ということで、現在は現在今現在今現在は現在、
今現在アキラ派ということで、あ、じゃあもう続いてのメールいきたいと思います。ラジオネームエリさんからいただきました。ありがとうございます。天崎さん、山下さん、こんにちは。こんにちは。私が最高にハマったゲームはアンダーテールです。あら、キャッチコピーが誰も死ななくて優しい RPG なのですが、うん、今までの RPG は戦いがメインだったのでとても衝撃を受けたゲームでした、うん、キャラも可愛く、内容もとてもいい作品です。山下さんもやっているということでとても嬉しいです、うん、はい、はい、もうその通りでございます。アンダーテール、ね、アンダーテールはなんか、はい、プレイしたことのない人に、はい、思うのは、はい、何も見ないでプレイしてくれって思っちゃう。はあ、予備知識とかを入れずに、予備知識とか本当入れないでプレイした方が絶対楽しいゲームだなって思っちゃった。だから僕自身も、はい、そのアンダーテールってまず PC、はい、で Steam で配信っていうか、発売してたゲームで、はい、そこからどん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 有名になってきてて、すごいほんとファンがめちゃめちゃ多い、グッズとかもすごい展開してるゲーム、はい、今ではもうそうなんだけど、僕もそのハマった時ってまだその PC じゃない、はい、スイッチ版を移植されたりとかしてて、うん、その時にプレイ初めてしたんだけど、はい、だから有名だな、人気なんだろうなとはっていうふわっとした記憶の中でプレイしたら、はい、どん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 その世界観に引き込まれて、いや、こんな世界あるのかっていう、新しい何かしら、もうゲームなのかこれみたいな、あ、ゲームなのかこれとすら思えるぐらい、なんかこれってなんかもう違うものなんじゃないかっていうぐらいの、なにそれすごいですね、なんかこう、うん、引き込まれる世界観なんだろうな、なんだなっていうのをすごい感じたし、はい、本当にだからプレイするときは何も攻略サイトとか見ないで、なるほど、プレイするのが絶対にアンダーテールは楽しい。僕予備知識が今、アンダーテール僕初めて伺った作品だったんですけど、予備知識がなんかそうだね、これのね、ほぼないんですよ、うん、なんかドクロのマークを見たことがあるだけでそうですね、そう、大吉さん携帯にねシール貼ってるんですけど、スマホにドクロのシールが、アンダーテールのシールがあるということで、はい、それしか見たことがなくて、まだ本当に何も知らないんで、うん、この状態でやればいいってことですね。じゃあもう本当そうだ、そうそう、本当だから、はい、あんま言うことない、そういうゲームありますよね。確かに、そういうゲーム、確かに本当に言っちゃこうちょっと野暮というか、そうそうそう、せっかくだから自分で体験プレイして体験してほしいってことですよね。 そしてその感想を聞きたい。なるほど、そう、アマちゃんプレイした際はぜひね、その感想どうだったかっていう、わかりました、考察とかだったりとかを、はい、ぜひ聞きたい。考察とかも、ね、ああいう感じですね。そう、これって、はい、こういうことだったのかなとか、あっていう、はい、すごいこう読んじゃ、いろいろ深読みをしてしまうのと、なるほど、もう心がどうにかなっちまうっていうゲーム、気になる、なんだそれ。いや本当にね、はあ、これは今ハードとしてはどれでできる感じですか？PC、スイッチ、PS4 かな。PS4、ああ、じゃあでも全部いけるんで。そう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 。どれかでちょっとやってみたいと思います。ぜひプレイしてみてください。うわあ、いいな。本当に一人のじっくりとした時間があれば。わかりました。やってみて。了解です。アンダーテール。そして感想を聞かせてください。はい、了解です。あ、じゃあ、メールここまでということで、ちょっと待って、ゲームのタイトル10個って全然言えてないじゃないですか。いやー、そう、本当だ、今何個言えました僕たち。2個、ミスタードリラーとこれだ、アンチャーテッドアンチャーテッド面白いですよねポケットモンスターあ、グランドセフトオートいいですよね。箱にはオープンワールド好きなんですよ。ピカチュウ元気でちゅう差がすごいなファークライ新しいの出ますよね、僕大好きでやってるんですけど。ポケットモンスター緑いや、かわいい刻んできたな僕はでもあれですね、あ、そうだ、あれ好きです、なんだ、ファークライ好きって言いましたよね。あれが好きですよ、まあ、なんだっていいか、なんだっていいか10個言えばいいんだ、じゃあ何言おうかな、ビヨンドとかね、トゥーソウルズ紹介しましたけども、うん、はい、ポケモンスナップ、いやちょっと待ってポケモンスタジアムポケモン関係、いやポケモンで全部言えちゃいますね、はい、ピカチュウバージョンとかありましたからね、そうそうそう、はい、懐かしいですけども、いや10個言えましたか、あ、やったやっ た, やったこれでいいんですかね。じゃあこのコーナーは、クリアしましたか。
うん、あ緩いんですよこのほとんど勝たせてくれるんですよこの、ありがたい、はい、ありがとうございます。優しい世界で、優しいですね、春尾みたいな、あ確かに心が広い、はい、というわけでじゃあ続いてのフロアに行ってみましょう。はい、というわけでですね、ここからは告知のコーナーでございますけども、その前にですね、あの先ほどまでのコーナーのメールの、募集をしたいと思います、はい、番組ではメールをお待ちしております。春尾に聞きたいことや知った激励を募集する春尾へのお便り、うん、あなたの最高にハマったゲーム、みんなの愛したゲームたち、この人の話が聞いてみたいというこの人に会いたい、こちらの3つのコーナー宛てにメールを募集しております。そして番組の感想なども送ってきてください。メールアドレスは、うん、highscoregirl.dojo@gmail.com です。たくさんのお便りをお待ちしております。はい、ではここからお知らせのコーナーに移りたいと思いますけども、はい、原作コミックスハイスコアガールコンティニュー1から5巻、ハイスコアガール6から9巻は絶賛発売中です。そして、最終巻10巻は3月25日発売予定です、うん、はい、アニメのブルーレイ &DVD のステージ1が好評発売中です、はい、そしてラウンド5からラウンド8が入ったステージ2は、1月30日に発売されましたありがとうございます。こちらドイのハ T シャツもついて来るよ。やった、みんなで来よう。ラウンド1から12は、ネットフリックスにて配信中です。お願いします。まだ入ってない人はぜひ1ヶ月間無料もついてますよ。はい、続いてはコラボ情報です。現在池袋ストーリアにてハイスコアガールコラボカフェを開催中。いろんなコラボメニューもありますのでぜひお越しください。2月28日までの開催を予定しております、うん、そしてですね、このストーリアのビルの外壁にある大きなビジョンでなんとアニメの本編を上映中でございます。そうなんだ。そうなんです。毎週火曜日に2話ずつ上映、うん、外でアニメの本編を見ることができるなんて多分ほとんどない、なんか初めてなぐらいなんじゃないかと、全話、すごいな、テレビ放送全話見れるのが初めてなんじゃないかみたいな話もありますので、うん、見たことある方も初めて見る方もぜひ皆さん見てみてください。よろしくお願いします。そしてエボジャパン2019と、コラボも決定しております。はい、コラボイラストも公開されておりました、うんうんうん、ロゴの上に乗ってるって、乗ってましたよいいのかなと思いつつ乗らせていただきました ね、 いね、はい、はい、どんなコラボを行うのかは、エボジャパンやアニメハイスコアガールの公式サイトにて情報を公開していきますのでお楽しみに。はい、そしてお待ちかねの、ラウンド13から15話ですね、3月にネットフリックスにて配信、そしてそのラウンド13から15を収録したブルーレイ DVDエクストラステージは、3月同じ日ですね、3月20日に、発売が決定しております、はい、原作の押切蓮介先生の書き下ろしの8ページ漫画がブックレットに掲載でございます、うん、などなどですね、特典も盛りだくさんでございますのでぜひ予約の方をお願いいたします。お願いします。詳しくはですね公式のサイトをご覧ください、はい、よろしくお願いします。お送りしてきましたラジオハイスコアガール道場、お別れのお時間です。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。セガレイジリさん、セガレイジリセガレイジリさん、ありがとうございました。言いたいだけじゃないセガレイジリさん、ありがとうございました。やめろやめろどうでしたか。そうですね、はい、ヘビーレインさん、はい、ありがとうございます心がきちんでおります、はい、いやいやいや、はい、でも本当にゲームの話を、はい、なんだろうな、このな壁もなくこう、うん、全部何でもかんでも話せるってすげえ嬉しいです。いや本当ですよね。タイトル何でも大丈夫ですよって、なんか基本的に何でも出していいですよ。悪口じゃなければ何だっていいですよっていうこのスタンスがすごいですよね。すごい広い、心が広い。ありがたいでございます。ありがたい、なかなかねゲームが大好きなんで僕は。ああそうですね。やっぱそういう話もできたので、ね、はい、すごい楽しかったです。もういくらでも話せちゃう。またでも来ていただきたいんですけども。ぜひぜひ。はい、なんかここでメールちょっと差し込まれたんですけども、ちょっと紹介させていただきます。はい、ラジオネーム宇治山田博とゴーグル5さんからいただきました。ありがとうございます。天崎さんこんにちは。こんにちは、アニメとゲームが大好きなアラフィフ親父です。おハイスコアガールはアニメの第1話を見て懐かしいゲーム画面、ゲーム音楽に、感涙してしまいました。ありがとうございます、1991年当時はゲームショップでアルバイトをするくらいのゲーム好きだったので、ハイスコアガールのアニメに出てくるゲームはほとんどプレイ経験があります。お特に好きなのはシューティングゲームで、中でもダライアスシリーズにはどれだけお金を費やしたことか、SNK の対戦格闘ゲームも大好きでしたよ。
アニメで初めてハイスコアガールを知った私はハイスコアガールの虜になり、原作も1巻から9巻まで大人買いして一気読みしました。ありがとうございます、うん、ハイスコアガール道場第0回でメタルギアについて熱く語る天崎さんがまるでハローそのままだなととても微笑ましかったです。ありがとうございます、ブルーレイ第1巻初回限定版も堪能いたしました。ありがとうございます、これからもハイスコアガールを応援しております。ハイスコアガール道場にもまたお便りしますね。ではまたということでございます。すごいですね、はい、愛が詰まって石山田宏とオールファイブさん、おパンチ効いてますね。そうですね、凄まじい、アラフィフ親父だそうです。いいですね、これすごいですよね。アニメのこうラジオに、はい、アラフィフの方がおじさまから、おじさまからダンディのおじさまからいただいたメールでして、しかもちゃんとこうハイスコアアニメでハイスコアガールを知ってくださって、うん、そこから大人買い、はい、大人買いしてくださって、おじさま買いしてですよ、ね、もうおじさま、おじさま買いですよ ね。いやーすげえ。そして天崎くんの虜になり、はい、そうですね、いやいやありがとうございます。いや嬉しいな、ありがとうございます本当に。いやいやいや、いいですね、ゲームってもう世代を超えますね。ですね、なんかハイスコアガールのいいとこって本当これですよね。なんか僕も、うん、これいうこうあの年齢の方々というかにこうなかなかこう見ていただくことっていうのもなかなかなかったので、すごいこうハイスコアガールを通していろんな方とこうこう交流することができたっていうのはすごくありがたかったですね。はい、ですよ、うん、はい、というわけでね、メールありがとうございました。素敵なメールでございました。はい、で、セガレイジさんも本当に言ってんでしょセガレイジさんも、はい、そう、ありがとうございました。本当にテビリエンさんも本当にありがとうございますよろしく、またよろしくお願いいたします。はい、これからもですね、不定期に更新していきますので、公式サイトやツイッターをチェックしてください。今回のお相手は矢口春夫役天崎ヘビーレイン心のきしむ時公平と土井玄斗役山下せがれいじり大輝でした。またねー。